こんにちは、シュンクッキングです。今回ご紹介するレシピは、材料たったの3つで作ることができる卵、バターを使わないレンジで抹茶蒸しパンの作り方です。大きなポイントは、とにかく混ぜてレンチンするだけなので難しい作業がありません。細かいポイントは動画で説明しているので、ぜひ最後までご覧ください。それでは作っていきましょう。材料ご紹介します。ホットケーキミックス 150g、 牛乳 150ml、 抹茶パウダー 5g。 抹茶パウダーはスーパーで買えるので、ぜひ探してみてください。生地を作っていきます。ホットケーキミックスに抹茶パウダーを入れます。ムラにならないように先になじませておきます。このぐらいになったら OK です。合わせておいた粉類に牛乳を流し入れます。ダマや粉っぽさがないようにしっかりと混ぜ合わせます。ダマがなくなってとろっと滑らかになったら OK です。今回は10センチのタッパーを使います。加熱すると生地が膨らむので、高さがあると安心です。クッキングシートを敷いておきます。ここに生地を流し入れてください。軽く表面を整えておきます。3回ほど落として空気を抜き、ふんわりとラップをかけて加熱します。竹串を刺して生地がついていなければ OK です。タッパーから出して粗熱を取ります。しっかりと粗熱が取れたら完成です。完成しました。抹茶蒸しパンです。いただきます。これは美味しいです。しっとりもちもち食感で、抹茶パウダーを使うことによって香りがとにかくいいですね。本当に難しい作業なく、ただ混ぜてレンチンするだけで作れるので、ぜひ皆さんも作ってみてください。本日もご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。